フランス第二帝政は1852年から1870年まで存在した君主政体。ナポレオン・ボナパルトの老いであるルイ・ナポレオンが1851年12月2日にクーデターによって議会を解散し新たな憲法を制定した上で国民投票によってフランス皇帝に即位した。第二共和政期においてとりわけ6月放棄後に保守。 反動化した議会は、幅広い民衆の支持を得ることに失敗していた。こうして、反議会に傾いた民衆を、ルイ・ナポレオン大統領は取り込むことに成功した。クーデターによる議会打倒を経て成立した第二帝政は、権威主義的、反議会主義的な統治体制である一方、国民投票によって指導者を選出し、幅広い民衆に支持基盤を置いた点で、人民主権的、 民主主義的な性格も有していた。1848年の2月革命の後、11月4日の大統領選挙で、ルイ・ナポレオンが、ナポレオン一世の老いという出自を生かし、労働者や農民の幅広い支持を得て当選した。1852年、国民投票でルイ・ナポレオンの皇帝即位が可決される。同年12月2日、皇帝ナポレオン三世が即位し、 第二帝政の始まりとなった。ナポレオン三世は、メキシコ出兵失敗の名誉挽回のため、1870年にプロイセンに宣戦線したが、セダンの戦いで惨敗し、自らがプロイセン軍に捕らえられたいへと追い込まれた。こうして、第二帝政の時代は終わった。皇帝不在となったフランスでは、第三共和制が誕生する一方、パリでは一時、 史上初の労働者による政権パリコミューンが樹立された。ナポレオン三世第二訂正は権威訂正期と自由訂正期の二つの時期に対別できる。1852年から1860年頃までは権威訂正と呼ばれ、ナポレオン三世の下で言論、出版の自由などが規制され、権威主義的手法による統治が行われた。こうした、 状況下でも、ナポレオン三世が高い支持を得た背景には、第二共和制の混乱を経て、強力な指導者のもとで政治的安定を求める世論が強かったこと、相次ぐ鉄道敷設、パリ市街改造などが、経済発展と雇用創出に貢献したこと、相次ぐ外政の成功により、ナポレオン個人の意向が高められたことなどが挙げられる。しかし1860年代に入ると、 イギリスと結んだ自由貿易協定のためイギリスの工業製品が流入し国内の資本家からの反発を招いた。メキシコ出兵も失敗に終わり、外政を通じた移行行用にも陰りが見えるようになった。こうした中、権威主義的手法を維持することが困難となり、世論の支持を取り付けるためにも行動の自由を拡大したり、議会への大幅な情報を見せるなど、 自由主義的な政策へと転換を見せた。フランス革命以降、政府に不満を持つパリ市民の放棄は政権を揺るがしかねない事態であった。当時のパリは網の目のような路地が多く、市民はバリケードを築いて、軍隊の速やかな移動を封じた。その結果、鎮圧のための戦闘が長引くこととなる。これに苦慮したナポレオン3世は万が一の市民放棄に備え、 セーヌ県知事ジョルジオスマンにパリの大整備を命じ、街路を広くし、見通しを良くする大幅な都市改造を行わせた。パリの改造計画は軍事面からの意味も持つとされる。現在のパリはこの時にほぼ出来上がった。ナポレオン三世は1853年に勃発していたクリミア戦争に翌年より介入し、かつて、 モスクワ遠征でナポレオン一世を帰り討ちにしたロシアに対して勝利を収めた。1856年にはパリで講和会議を開催するなど中心的な役割を果たし、三角国内外に彼の意向を知らしめた。かつてのナポレオンがそうであったようにヨーロッパにおけるナショナリズムの擁護者であろうとし、1859年の イタリア統一戦争にもサルデーニャ王国を支援して参戦した。しかし、その理念はヨーロッパ外で適用されるものではなく、インドシがアフリカにおける植民地の拡張に尽力し、アメリカ大陸においてもメキシコ出兵を行った。こうした相次ぐ外政はナポレオン3世の意向を維持する上で必要不可欠であった。しかし、当然ながら外政の失敗は、 彼の威信を貶めることにもつながった。また、日本の母親戦争においては、徳川幕府側を支援した。ナポレオン三世、ナポレオンジェヌルイボナパルト同様に、大統領が皇帝に即位した例。ありがとうございます。